C41 中央を画面から30センチ離した位置にステレオでセッティングして、後ろ側サウンドホールから10センチ離した位置に MD421 と SM57 このように並べて、少し傾ける上向けた状態で設置します。はい、こんにちは、パーカッションの高見です。今回から新企画でパーカッションのためのマイキング&エンジニアリング研究というのをやっていきたいと思いますよ。はい、何かというとね、マイクでございます。マイク、まあ、皆さん当然マイクはご存知だと思うんですけれども、このパーカッションの音、まあ、パーカッションに限らないね、全ての楽器および人の声っていうのは今やマイクを通した音をみんな聞いてると思ってください。はい、この YouTube の動画だったり生配信だったり、何か CD とかね、サブスクの音源、楽曲だったりライブの音ですらですね、基本的には生音ではなくてマイクを通した音、つまり生楽器っていうのは空気の振動なわけなんだけれども、その振動をマイクで電気信号にして、それをスピーカーとかヘッドフォンとかイヤホンでみんな聞いてるという感じになっております。はい、でこれね、いい音で何かね伝える、いい音楽を伝える、いい楽器の音を伝えるってなった時にめちゃくちゃ重要ですよね。そらそうだと。例えばプロのエンジニアさんがいない状態で自分たちだけでレコーディングしたいとかね、宅録したいといった場合だったり、ライブの PA をしたいといった場合、これ結構ねプロはま問わず機会あるんじゃないかなと思うんですね。例えばカフェでライブをしますとか、ストリートジャズフェスティバル、野外でライブをしますといった時に、こう自分たちでねマイクを立てて、自分たちでこうミキサーをいじって音量調節、音作りをするっていうことね、まあまああるかなと思いますので、そういう時に必要な知識というのをこのチャンネルを見れば大体わかるというふうにデータベース化したいと思っておりますので、みんな気になることがあったらですね、どしどしコメントでください。はい、僕は可能な限りできる範囲でですね、一個ずつ検証したり、まあ、詳しい人に聞いたりしてですね、ここにデータベース化していきたいと思っておりますので、何かあればお寄せください。はい、で、すでにいくつかいただいたリクエストの中でですね、このカホンに関するご質問というのは非常に多くありましたので、しばらくはこのカホンのマイキングおよびミキシングっていうのを徹底的にやっていきたいかなと思っております。はい。で、初回の今回は、このカホンのなんか基準となるね、音の取り方みたいなのが分かった方が良くないですか？はい。と思いまして、このカホンを作ってるメーカーさんは普段どういうマイキング、どういうミキシングをしてるのかっていうのをシェアしていきたいと思います。はい。実はね、私知っております。なぜかというと、この DG でグリゴリオカホンっていうね、カホンのメーカー、スペインのメーカーなんですけど、僕エンドーサーをやらせていただいておりまして、エンドーサーになった時ね、あ、高文こうやって撮ればいいよと、こういう風に音作りすればいいよっていうのね、教えていただきましたので、それを惜しげもなくねシェアしていきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。はい、じゃあすいません、ちょっと前振り長くなったんですけど、ここからいよいよマイキング&ミキシング実践していきたいと思います。はい、ではまず今回使うマイクが3種類計4本ありますので、順番に紹介していきます。必ずしも同じ種類同じ本数用意できないかなと思いますので、各マイクの役割を紹介していきますので、必要に応じて代用したり省いたりしてみてください。まず手前側からいきます。こちらがゼンハイザーの MD421M2 というマイクで、主にカホンの低音ベーストーンを拾うために使います。でこちらがシュアーの SM57というマイクで、まあ、楽器用マイクとして非常に有名ですけれども、カホンにおいてですね、ちょっとシャリッとした成分、ジャリッとした成分、弦だったり響き線が鳴る音っていうのがあるんですけれども、それを拾うために使います。で、DG の面白いところはですね、この2本をカホンの穴に向けて、サウンドホールに向けて取る感じになります。で、低音強調したい場合はこちらの MD421 で取った方を強調するし、ちょっとシャリシャリジャリジャリ感を強調したい場合、まあ、DG クランチサウンドって呼んでますけども、ちょっとクランチな感じにしたい場合はこちらの SM57 の方を強調するという塩梅になります。で、この黄色に輝いてるマイクね、この2つ、アーカゲーの C414XL2 っていうマイクですけども、この2つをステレオにして、画面側表側から撮ります。はい、でこれはね、何でも OK です。コンデンサーマイクがあればコンデンサーマイクがいいかなと思うんですけども、 DG も Zoom の、ハンディレコーダーを使っていると言ってましたので、何でも代用化です。必ずしもステレオにする必要はありませんので、まあ、この2本は1本でも代用化だということですね。はい、で主にこちらの画面側から撮る音っていうのは、まあ、非常にナチュラル、自然に聞こえるカホンのアタック感だったり、撮ってる
部屋の環境ですね、部屋の響きっていうのを取ることができます。ちなみに僕のこのスタジオ部屋っていうのはそんなに響かないデッドな環境にしてるので、まあ、そこまで響きは取れないんですけれども、主にこちらの座面側のマイクでアタック感と響きで、こちらのサウンドホール側のマイクで、低音成分を拾うという感じになります。はい、マイクのセッティング位置はこのようになっています。 C414 を座面から30センチ離した位置にステレオでセッティングして、後ろ側サウンドホールから10センチ離した位置に MD421 と SM57 このように並べて、少し傾ける上向けた状態で設置します。このサウンドホールからの距離の3倍の距離に座面側のマイクをセッティングすると位相の干渉が起きにくいという話なんですけども、この辺ちょっと難しいんでね、また別の動画で解説いたします。はい、ではお待たせしました。いよいよここから花粉を叩いて撮ったものを聞き比べてみたいと思います。各マイクそれぞれ単品で撮った音っていうのと、全部合わせて撮った音、それから EQ を全くかけていない状態のものと、かけた状態、バランスを取ったものっていうのを順番に聞いていただきますので、聞き比べてみてください。はい、という感じでした。いかがでしたでしょうか。音に関する感想などねありましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。みんなどういう風に感じたのかっていうのがねすごい気になるところなので、はい、では今回はですね、まずカホンの、まあ、基準の音として一つね取り方を紹介しました。まあ、必ずしもねこうやれとこれが正解という話ではありません。他にもねいろんなやり方、いろんな音作りっていうのがあると思いますので、これから順次ね試していきたいと思っております。何か試してほしい、あるいはこれが気になってるとかね、こういう疑問があるという場合は、同じくコメント欄にお寄せいただければ、順番に対応していきますので、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じで、このチャンネルでは、パーカッションに関する情報をマニアックに毎日発信しております。また、メンバーシップの制度を使って、サポーター様も大募集しておりますので、ご興味がある方は、ぜひ概要欄をご覧ください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。